こんにちは、こんばんは。ダイスチャンネル、ダイスです。今回はワールドオブファイナルファンタジー続きやっていきます。まずは街から降りて星のある方に向かって行ってます。あ、そうだ、チョコボがね、いたんだよ話しかけてないんですけど、あ、コーネリアエリア、ここからまずは出ましょう。この先洞窟に向かうんですけど、第3幕、あ、第3幕に入った。古き知り合い、古き知り合い、道に迷わなくても地図は便利。ダンジョン中にこの真ん中のところのボタンを押すと今いる場所の地図が表示されるのです。ここでは出会ったミアージュの情報とか目的も表示されるので、迷った時は気軽に見てみるといいのです。もうね、完璧にね、得意分野迷子なのでここ見るようにします地図はエリア単位で見れるから、今いるエリアはまだ探索しなくても先の方までわかる。なるほど、あ、すごい、こんな感じなんだ。なんか入り口が2箇所がっつりミラージュを手に入れるとするか。そうそう、ネブラのね、洞窟に向かってるんですよ。迷子にならないでね。あ、なんかある。宝箱そんなわけない、ならないでね。そんなわけない、はい、すいません、私がなるかもしれんポーション見つけた。目的地はこっちだから、こっちにそのまま行っちゃおうと思います。ここだ。わ、すごい、入り口がでっかかった。洞窟到着。ネブラの洞窟、わ、すごい。新しいエリアに入るとこうやってね、ムービーが入ったりするのも素敵ですね。お、ちょっとゲートあるじゃん、ゲート。うん、ここは今までよりミラージュが強そうなのです。はい、気をつけるのです。はい、さすがね、ね、ねぶたの洞窟、ねぶたの洞窟になった。その言葉を適当に覚える癖、ねぶたの洞窟、いい加減やめなさいよね。ねぶた祭り、ねぶた祭りになってる。え、ここにもあるのか。そう、町の中やミラージュが多い場所のスタート地点などに自然にできてるのです。あ、嬉しい。もう一度来る時などにはとても便利なのです。ほうほう。それに他の町に戻る時とか、うん、ショートカット代わりにも使えるのですよ。ショートカット？ショートカットです。例えばここからコーネリアの町に戻りたい時は、まずこのゲートに入ってナインウッズヒルに戻り、うん、向こうのゲートからコーネリアの町に行く。うん。そうすれば近道だってことでしょ。さすが。あ、なるほど、今気づいたんか。名付けてショートカット近道。近道いらんか。オッケー、何回ちょ一回でも戻ってみると多分ここが行けるようになるよね。ターンではノリノリでき、ノリノリできないやつ。よし、じゃあこれでもう一回ね行ってみよう。あ、出た出た、ダンジョン、ネブラの洞窟向かいましょうあ、ファイヤーを使えるミラージュ上司をのせのってするとファイラが使える。すごい、そんな機能があるのですね。再び宝箱、ライブラのミラストーン。ミラストーンはミラージュのアビリティが分離結晶化してできる不思議な石なのです。たくさん集めていろいろ装備してみるといいのですよ。ちなみにレーンとファンはレベルを上げたり条件を満たせば最大で8個まで、あ、ミラストーンが装備できるようになる。すごい、最大8個か。ミラストーンを装備しよう、噛んだ。レーンとファンはミラストーンを装備することができます。うん、で、ボードから抽出したり宝箱から手に入れることができるのです。のせプランに合わせたミラストーンを装備すれば合体アビリティも使えるようになるかもね。なるほど、ちょっと見てみよう。ミラストーン、あ、これだ。お、何が使える。ライブラのミラストーン外すかなんかしかないんかな。何は、あ、1人1個なんだね。了解、20レベルとかになってた。すごい。ではでは行ってみようと思いますほほほ、よっしゃ、冒険だ冒険。なんかくっつい、とりあえず行けるところまで行ってみようぜ姉ちゃん。あ、動いてくれるんだ、
あんまりよかった、引っかかる。あ、びっくりした。引っかかるって言ってた。マジで行くぜ。マジ、うん、マンドラほら。欲しい欲しい。ビビって。戦う。来た。ジャムでしょ。投げるでしょ。欲しい欲しい。まあダメ。ダメなんだ。何回か投げればいけるかな。ちょっと投げてみよう。取れるかな。取りたい取りたい。来た。やったー。ガッツポーズしちゃった。ジェムカ成功。イエーイ。勝利だね。勝利だぜ。ムーもレベルアップした。125ギル。はい、マンドラゴラが仲間になりました。可愛らしい見た目だが毒攻撃が得意。世界各地に生息している埋まっているのを見かけたら引き抜かないように埋まってません。はい、名前はもうこれはもうこのままでしょ。好きなんですよね、マンドラゴラ可愛いな。はいはい。あんまりはしゃがないでね。はしゃがないでねって言われてるよ。お、迷子になっても一緒にいてくれるのはいいな。ここが上なんだ。だいぶ進む。うわー、びっくりした。だいぶ進む。やるしかない。あ、またいたいた。よーし、攻撃だね。うわー、へい、オーケー。よーし、レベルアップ。少しだけまたお金増えてきた。金欠だな。次行ってみよう。ここの奥何があるんだろう。迷った時は地図。想像より思いっきりなダンジョンだ。思いっきりなダンジョン。ダンジョンってもともとはお城の深いところにある牢とか地下室って意味だったらしいよ。そうなの、ダンジョンって牢屋とか地下室って意味な。ここジャンプできやん。だいぶうんざり。上からなんか落ちてくるイメージってまた。なんだろう次。何か何か。あ、お先にじゃん。行っちゃうよ。何何、かっこいいね。やば。行け、ジェム。速攻弾が。取りたい、取りたい。これなんだろう。わ、行けた。やったー。イエイ。よしよし、頑張ろう。あと3体。やば。戦うぜ。来た。これ全部使うよ。この流れでも結構いいかも。取れる？来た！これでも多分進化してるのがさっきの大きいやつだと思うからいいんじゃないですか。おおおおお。あー痛い。200とかになっちゃった。あっ、いけたいけた、やったー、イエーイ。現在106投げる。まだまだだな。あ、違う子なのかな。どうこびと、どうこびと。ダメだ、名前つけない。思いつかない。岩とかになる。あ、この子はミニゴーレム。なるほど。じゃあゴーレムもいるのかな。ミニかわいいな。進化した子かと思ったら違いましたね。そうなのです。姉ちゃん、お姉ちゃんのうんちく隠すときに突然うんちくを言うときに、あ、うんざりの語源ってさ、いいじゃん。つるつるの石。え？あ、なんかあるって。ほらほらほら。いやもういいから。何見つけたの？ポーション。いい子。ひなチョコいい子。ていて、これは？ちょうだい。何を？つるつるの石が見える。あげないにしちゃった。ちょうだい。これがゴーレムなのか。さっきのがミニゴーレムだった。今さっき見つけたツルツルの石をあげましょう。開いた。よし、いけるぜ。ふぅー。びっくりした。ダンジョン内も顔面白い。あ、また出た出た。いくぜ。てい。ほい。2発だね。取る。一応2発なの。うわ、回復したくなってきた。お、あ、痛い。超、てい、はい、よし、次
は？ほい。あ、どうだ。いけたー。実力通り。実力通り。206ギル。どん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 お金も増えてきてるぜ。あとはすごいなんかいろんな感じになってる。ここの先なんですけど、あ、入れ替えちゃった。ここのね、ここちょっと回り道にはなってしまうけど、これ何？ポーション。いいねいいね。あ、上に回った。あー、やっちまった。回れる？回れやん。あー取りたかった。やってしまった。ちょっと回り道してこよう。あ、見落とすとか私言ってしまうから、発見できた時には取りに行きたい。あのなんかが何が入ってるのか、宝箱めっちゃ気になるんですよね。まだ迷子にもなってないけど、今戻ったら一方通行だからね。まだね、よかった。よし。でも44だ。回復したいから、回復してあげなきゃ。 OK、 レベルアップ。グラグラ安定剤もらった。ここで回復しましょう。アイテム、バトルアイテム、オーション。こっちとこっちで回復 OK。 よかった。あれ、あ、変えちゃったのか。ささささーい。さっきなんかね、こっちから行けたの。これまた降りてジャンプで、こっちだ。回っていけばいけるやつ。ポンポン。あ、いい感じいい感じ。あっ、何かの誰かな。あ、マンドラゴル3体もいる。戦おうぜ。ほい。あー、あれ、毒ってる毒ってる毒ってる、やば、ダメだよ毒。もう一体もう一体、頑張れ。はい。ね、縮こまってるの可愛かった。OK。 291ギル。はあ、フェニックスのとかは1000ギルだったけど、まだまだですね。で、さっきの方向来てるから、ここだー。やっと見つけた。はっ、3つポーション、これは嬉しい。さあ取りに来てよかった。危ない危ない。へいへい、上に行って、おお、びっくりした。ここの奥って言おうとしたのね。え、始めるぜ。待って、ゴーレム？あ、そうそう、クラシックのやつも戦ってみようかな。うん、クラシックにしてみる。これだとフロータイボール、この子やりたい。ジェムマークついてるもん。あ、遅くなっちゃった。わ、取りたい。ダメかな、やばいかな。あー、倒しちゃった。あー、クショークショー、倒しちゃった。なんかあの、どうやったらなんだっけ、ジェムかできるようになるのか、ジムジムタイムが出るのか、ちょっと待って、シャールだね。あ、見ればよかった。やっちまった。うー、よし、356。ちょっと回復してから行った方がいいかな。157。いやー、迷いますね。10個か。まあ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 、もう一回使っていってみよう。 OK、これで置く。さあ何が待ってるんだろう。お、あ、次のとこに行って、あれ、お、なんか違うのが脇になんかある。どうやって行くの。え、何、ミラージュに反応する不思議なスイッチなのです。うん、この洞窟でジェム化したミラージュに手
伝ってもらえばいい。この不思議スイッチ、不思議スイッチそのままなの。グリモワル中にあるよよ。ミラージュの重さに単あ、不思議スイッチは不思議です。ここからか。ダンジョンにある不思議なスイッチは、スイッチの上に立つミラージュそのものに反応するのです。そこに住んでいるミラージュが使っているものが大きい、多いので、大抵はそこにいるミラージュを立たせるといいのですよ。グリモアの中にいろいろあって、ミラージュの重さとか属性に反応するものもあるみたい。条件が合えばスイッチが起動するから周りが変化する。調べてみよう。重さ5から土属性50。次へ、ここに乗っける M サイズ。おい、この子だったよね。あ、で起動ボタンがある。お、うわっ、おー、すごっ。あ、戻ってきた。えっ、うわー浮いてる、すごいすごい。こういうのすげー好き奥にもある。みちみちと道ができた。みちみちと道ができた。はい、みちみち渡りましょうなのです。あ、乗っかってきた。不明だから、みちみちみっちり話しましょうか。あ、うまい。なんか負けた。うん、負けたね。ねえちゃんすごい。レインはやっぱすごいな。でも面白い。あ、こっちの奥はいけないんだ。なるほど。ここは、これは？ん？待って待って。上から来たわけじゃないけど、一応調べてみよう。75、いけるかな。さっきの子は重さ 5？ 起動が、あ、ダメなんだ。え、まさかここに、あ、てかここにこの子乗っける、もしかして。あ、いけた。あー、合体したすごいすごい、おお面白い、やった。あ、宝箱ある。何、あー、前目の前、宝箱、目の前。戦闘開始。おお、スタビリティも使ったみたいな。今回はアビリティ、ライブラがあるけど、それしかないのかな、今。アイテム、バラバラ。いや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 、じゃあもう戦うだ、シンプルにね。これ。お、こっちは？キツネビ。キツネビです。オッケー。まあ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 。大丈夫？あ、あ、ピッて。あ、ドラゴラが、あ、あ、ちっちゃくなってる。あれが、あの仕草が可愛い。あの仕草が、この仕草が可愛すぎる。頑張れ。もうちょい。オッケー。ま、こんなもんだな。勝利勝利。イエイ。ちょっとずつギルも稼いできてますね。で、これ何？大地のハンマー？フェニックスの、嬉しい。で、こっちが道じゃなくて、こっちが道なんだ。ね、了解了解。まさかとは思うんだけど。ミラージュを集めながら、あ、そうだよね。情報表示。あ、結構いるんだ。お、あと1、2、3、4体。不思議スイッチの場所だったりとか、ゲートだったりとかがあるんだね。もうすぐゲート、ゲートじゃないや、もうすぐ。あ、あ、びっくりした。いまだになれん。ビビった。お先にじゃん。ミラージュものせのせしてんのな。のせのせしてるやつの方が強いですよ。わっ、なに、やば。あ、フラフラしてる、フラフラしてるよ。よし、まだ OK。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、頑張れ。あ、やった。いいバトルだったな。ヘイヘイ、イエーイ。すご
いすごい。マジで？俺、名探偵みたいに突然ひらめいてるのかと思ってたよ。え？何の話？残念ながら。お、もう少しだ。セーブポイントも発見した。そうだよね。これ何？ハンマー？どうしてそんな心の底から残念そうに言わなくても。これ何？ハンマーどうやって使うんだ？この先が気になる、この先。まあいいか。できなかったよ。あ、セーブポイントに来た。え、何これ？これ、何？え、何これ？そのまま。ムムムなのです。テリトリー？テリトリー？ミラージュの張る結界のようなもので、え、この場所そのものがとても強いミラージュに支配されている証なのです。うん。困ったことに、この中だと、戦闘に負けた時に使っている強制機関は効かないのです。強制機関効かないんですか？機関が効かん。うまいこと言うね、玉は。そこ行く。うまいこと言ってんの。じゃあ、この中に入る時は準備をしっかりした方がいいね。そうね。はい、なのです。なるほど。旅の記録もおすすめなのです。了解。テリトリーに注意すること。強いミラージュは自らのテリトリーを持っているのです。テリトリーの中ではタマは強制機関ができないので全滅はとても危険なのです。強敵相手だと敗北、ゲームオーバーってことよ。ちゃんとデータをセーブしてしっかり準備しておくことね。それとテリトリーを生み出すような強いミラージュは自らテリトリーに縛り付けているから全滅はできない。そうなんだ。あ、もしかしたら次の機会にできるかもしれない。なるほど。アビリティふんわりは ご自由に。戦闘中にボタン振り分けを変えたいときはメニューからアビリティを選ぶといいのです。うん、なるほど。ある程度は自動でやっておくけど、後から覚えたやつと入れ替えしてあげるといい。あ、おお。お、ということで、次回行ってみたいと思います。はい。テリトリーの中から何がいるんだろうな。で、まずはセーブして、ちょっとね、準備をしてから行きたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。それではまた。 See you。